どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ、マサミでございます。さて、今日はですね、またブーツのお話をしようかなと思っております。最近よく出るね、ブーツまあね、このチャンネルね、ご覧の方はまあ分かってると思いますが、僕は、まあ、ほぼスニーカー履かないんですよ。もう近年ね、もう本当にスニーカーブームで、もう皆さんスニーカーお好きでしょうし、スニーカーのことの方が、お話聞きたいと思うんですけど、僕はね、スニーカーもほぼ持ってなくて、ほぼ履かないんで、で、もう年中ブーツ履いてるんですよ。もう、まあもちろん冬、春も履きますし、もう真夏でも、もう足が蒸れようが暑かろうがずっとブーツなんですよ。もうほんと年中ブーツ。で、今回紹介するのは、まあそんな僕が、そのね、ブーツ好きの僕が、育てた経年変化がえぐい、ヴィンテージブーツの紹介ということで、3本持ってきたんで、そちらを紹介しようと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。ブーツ好きの方はね、まあおそらくよだれが出るんじゃないでしょうか。それでは早速参りましょう。さあ、ということで今回は、僕が、所有している経年変化がすごいブーツ3つ紹介させていただこうと思います。ではまず最初1足目から早速行ってまいりましょう。1足目ですね。はい、1足目ははい、こちら。はい、こちらは、まあ、60年代のハイテストのエンジニアブーツでございますね。だからこのブーツは、まあ、僕のね、チャンネルを、ご覧の皆様はわかると思うんですけど、去年、ジェンコさんで、買い物動画撮影させていただいた時に、まあ、動画内で購入させていただいた、エンジニアブーツでございます。もうこれね、言ったら去年から1年ぐらいは、結構これ履いてて、このね、ひび割れみたいな、この当たりが出る部分から、こう、ひび割れて、写真が出てくるみたいな感じの、経年変化ですね、これは。うん、これほんとね、前の動画見てほしいんですけど、これ買った時の動画で、もうほんとこのブーツ見ると、もうマジで真っ黒なんですよ。真っ黒なの。ね。で、1年で、まあ、こんぐらいに。やりましたね。で、これは結構、タウンユースで履いてたんですけど、まあ、バイクでも使いたかったんですけど、去年1年、まあ、今年今ぐらいの時期まで、バイク用で育てたいブーツがあったんですよ。スウェードのブーツをバイク用で育ててて、なので、バイクに乗るときはスウェード。で、街歩きのときは、このハイテストみたいな感じで、履いてたんで、まあ、だから歩くだけっすね。歩くときだけこのハイテストのブーツ履いてました。でもこのバキバキ感かっこよくない？これグッとこない？これグッとくるよね。うん、で、まあこれは、60年代のヴィンテージのブーツなんですけど、まあハイテストは確か現行も、あるんですけど、現行は今、1000マイルブーツで有名な、ウルバリンっていうブーツブランドに買収されて、今は中国製とかになってるのかな。1990年代の中頃ぐらいまでアメリカ製で、まあ、今は、中国製か。中国製になってると思います。で、やっぱね、この、60年代とか、50年代のブーツ、このシャフトのね、この細さが魅力なのよ。うん。これがかっこいい。うん、これがかっこいい。で、ちょっとね、ブーツを綺麗にしてきたんでね、部屋で履いてる、動画も差し込んでおきます。どうぞ。はい、ということで、1足目は、まあ、この60年代のハイテストの、エンジニアブーツでございました。これかっこいいよね。まあ、これはね、まだまだ育てますよ。まだね、レベル、まあ、42ぐらいじゃないですか？
42もいってないかな、まあ、まだまだ伸びしろはありますね。1足目は、ジェンコさんで購入した、60年代のハイテスのブーツ。これかっこいいよね。これかっこいい。さあ続きまして、次紹介するやつは、まあ、動画では初めて出すかもしんないですね。はい。で続きましてこちら、はい、こちらっすね。これも雰囲気あるでしょう。これなかなか雰囲気ないですか。でこれは60年、まあおそらく60年代ぐらいの、WH ウエストっていうブランドの、まあリングブーツですね。まあハーネスブーツとかっていう言い方もしますけど、うん、こんな感じで刻印が入ってますね。はい、刻印が入ってます。で、まあ、これももちろんアメリカ製の、ブーツブランドなんですけど、歴史が結構長くて、もう120年以上続くのかな。1880年代に設立されたブーツブランドで、まあ、かなりね歴史が古いんですけど、またこれがね写真の出方がさっきのハイテストと違くて、まあ、全体的にフェードした感じもありつつ、擦れたとこも、なんだろうな、本当土色みたいな感じに色が、中のね、茶色が出てきてるって感じっすね。これもかっこいいよね。で、これは、僕が25、6かな ?25、6の時に、買って、で最近は全然履いてないんですけど、25、6の時僕は結構海外旅行にハマってて、25、6から30代前半ぐらいまでは結構海外旅行にハマってて、で海外旅行行く時も僕ブーツ1足で行くことが多かったんですよ。で最初は普通にエンジニアブーツ履いてとか言ってたんですけど、さすがに重てえなと思ってめっちゃ歩くんで、めちゃめちゃ現地で歩くんで、でその時に軽いブーツで行こうと思って、でこれがね先芯が入ってないんですよ。先芯がさっき紹介したエンジニアブーツとかはこう先芯が入ってるんですね。ここに鉄が入ってて、でこの分重いんですよエンジニアブーツは。だから先芯がない歩きやすさに特化した軽いブーツが欲しくて、この WH ウエストのリングブーツ、ハーネスブーツを買って、で海外でこう歩き回っていたって感じですね。なのでこれもほぼバイクで使ってなくて、まあ先芯が入ってないんでバイクで数回乗ったんですけど、あんまり使い心地が良くなくて、もうほんと歩くだけにしようみたいな感じで、これは使ってましたね。なので5年ぐらい履いたかな、がっつり4、5年ぐらいがっつり履いて、もうなんか育てきったなみたいな感じで、最近履いてなくて下駄箱に眠ってたんですけど、眠ったやつを引っ張り出して、まあ、ちょっと埃を落としてオイル入れて紹介しようと思って、今回出してきました。で、まあ、こう見たら、ちょっとかっこいいよね、やっぱ。ちょっとかっこいいよね。うん。なのでね、これからちょっと履いていこうかな、またって感じはありますね。うん。これちょっとかっこいいんだよな。で、このね、リングブーツ、まあ、ハーネスブーツっていうのは、まあ、もともと、モーターサイクル用に、作られたブーツで、このね、つま先部分、スクエア2とか、あとは、ね、まあ、日本で言うと、豚鼻とか、言われる形ですね。で、1960年代ぐらいに、こういうリング、ハーネスが、つく形が、登場してくるっていう感じですね。まあ、なので、本当リングブーツが出てきた初期の頃のブーツになるのかなと思っております。これね、結構かっこいい。かっこいいのよ。これ結構かっこいい。まあ、そろそろね、ソールまた変えて、ちょっと、また、ガンガン履こうかなと思ってるようなブーツですね。まあ、これもね、ほんと育て終わった感あるんで、最近あんま履いてないんですけど、履いたらかっこいいかもね。うん。ということで、その、まあ、部屋でまた、履いた、動画も差し込んでおきます。こちら。
はい、ということで、2足目ですね。2足目は、60年代の、ダブル H ウエストの、リングブーツでございました。でこれもねかっこいいのよ、まあ、画面で伝わるかな。左右の茶色の出方が全然違うんですよね。こういうのもまたちょっとね野暮ったくてかっこいいかなと思います。これまたちょっと履こうかな、ソール変えて履きたいと思います。はい、で続いてラスト、まあ、新内登場ですね。まあ、僕が本当に一番履いてる、まあ、皆さんご存知だと思います、僕のチャンネル見てる方は。はい、こちらドンレッドウィング、PT912268 でございますね。これは PT91 の前期かな、前期のモデルですね。90年代前半のモデルでございますね。もうこれはもう言わずもがな、言わずもがなだよね。もうなんか汚いよね汚いのよ、汚い、まあ、これはほんとこのブーツは本当に僕が20歳前後ぐらいかな、いや20歳そこそこ、20歳超えてたな、バイクを乗り始めてすぐぐらいにバイク用のブーツとして、買ったんで、このやっぱシフトチェンジのね、シフトチェンジのこのねこことか跡がねがっつりあって、もうなんか結構薄くなってんすよ、バイク乗りすぎて薄くなってます。でこう削れたところからまたあの写真が出てくるみたいな感じっすね。こういうとことか、ヒールもかっこいいな。でこれもまあだから15年ぐらい履いてんのかな、まあ、なのでソールも交換して、あとはこのかかと部分だけ、まあ、何度か交換して結構履いてますね。これが一番気に入ってる、相変わらずこれが一番気に入ってますね。でもこれも完全にも仕上がった感あるんで、最近はちょっとね育てたいブーツがいっぱいあるんで、最近登場回数は落ちてきましたけど、これが一番気に入ってますね。これどうすかこれ、この感じ、もうこのクタクタな感じ、クタクタですよ、クタクタ。これかっこいいよね。まあこれは本当バイクでも使うし、キャンプでも使うし、普通の街履きもするしっていう感じで、もうずっと履いてますね。これは15年ずっと履いてる。これかっこいいよね。これが一番お気に入りですね。もうレベル99と言っていいんでないでしょうか、これは。これはもうだからもう育て終わった感じはあるんで、まあこれからちょっとずつね休ませようかなと、思ってますね。もうこんなねこういうとことかもうベロベロになってて、これがまあ超かっこいいよね。これ超かっこいい、これが一番気に入ってます。まあこうなりますね、こうなりますわな。PT91 をずっと大事に履き続けてたらこんな感じになりますね。皆さんこんな感じになるまでブーツを大事に履きましょう。でやっぱソールを交換すれば本当にずっと長く履き続けられるものなので、コスパいいと思うんですよね。まあ今そのスニーカー僕詳しくないんで、ソールを交換するとかできるのかも分かんないんですけど、やっぱこうそういうとこにロマンがありますよね。でまあ最近はずっと結構ねハイテストのブーツ、まあ、黒のエンジニア最近履くならこのハイテストのブーツ履くかなっていう感じでございますね。で僕の手入れ方法なんですけど、半年に1回ぐらいかな、まあ、オイル入れたり、あまりにもカサカサになってきたらちょっと汚れ落として、あのオイル入れてあげるっていうのを、してますね。まあその方が長持ちもするんで、やっぱお気に入りのブーツを長く履きたいんで、あの最低限の手入れは、してあげてるようにはしてますね。はい、そういう感じですかね今回は。こんな感じで僕のお気に入りのブーツたちの紹介でした。まあ、本当にね長く愛せるアイテムだと思うんで、まあ、皆さんもね、ブーツ一足大事に育てて、まあ、レベルを
上げていってほしいなと思いますよ僕は。はい、はい、ということで、今回は、マサニーの育て上げた、ヴィンテージブーツ、経年変化がえぐいヴィンテージブーツの紹介でございました。ご視聴ありがとうございます。まあ、またブーツの話はね、いっぱいするんで、まあ、革ジャンもそうだしブーツもそうだし、僕はレザーのものは基本大好きなので、まあ、これからもねブーツ革ジャンのお話をいっぱいすると思うんで、まあ、もしねこのチャンネルが面白いと思った方はチャンネル登録して、まあ、高評価も忘れずにということで、はい、今回こんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。